そう、同期と久しぶり。そんなこともないよ。ありがとう。あ、うわ、当たりだ。すごい、1個目牛乳ありがとね。一発目で当たり出たじゃん。やっほー。ね、可愛いよね。パンでも当たり引いたね。そうです。そうだよ。みんながいっぱい、あ、待って、今日は開票イベント、ありがとうございました。見てくださって。初もありがとう。たくさんの人が、票を入れてくれたことは分かっているので、私は嬉しい気持ちしかないです。ありがとう。本当にありがとね。牛乳とかも、牛乳とかパンとか、おにぎりとかも、ここでもありがとうなんだけど、虹の星ありがとう。初もありがとう。長めだね。お茶もありがとね。そう。だから、今日誕生日。おめでとう。ありがとう。そう、だから、すごい、そんな、悲しい気持ちとかになってないし、って感じだよ。わかんない。みんなは、まあ、そうだね。まだ入ったばっかで、チャンスはこれだけじゃないので。守りたくね。そう。まあ、みんなが頑張ってくれたのはわかってるから、みんなの気持ちがちょっとまだ前を向いてるかどうかわからないけど、そうです。名前、そうでしょ、私うまいでしょ。ハートのやつありがとう。そう。だからありがとねっていう。こんばんは。自分で書いた。あれはね、イベントタイミングが、それはそうだね。そう。だから大丈夫。そうです。ここから夜券って言ってる。そうですよ。しかも私は嬉しいですよ。あんな、やっぱり先輩は偉大だなというところがあります。先輩やっぱかっこいいですよ。私たちの先輩はやっぱりさすがです。いて、そうです、そうです。まだまだ先は長いので、しかも明日もあるので、みかんの剥き方が何をするんでしょうね。なんこれ、おにぎり、クマのパンもありがとね。こんばんは。そうだから、そんなね、そうです、元気なの、元気だし、そうです、財産。明日当たりませんでした。残念。こんばんは。中日ホールどんなところなんだろうね。行ったことないからわかんないけど。ありがとう、おにぎり。俺の夢、ありがとう。そう、まだ入ったばっか。制服まだいける？それ卒校？ああ、やばいね、それは。当たらなかったから会えない。まあ、そんなもんですよ、人生。まあでもよかったよ、次の目標がすぐそばにあって。ドゥインチホール狭いんだ。アニメ投げられるとめっちゃ切れる。なんでそれが少し、そう、今日ビジュアルよき、あ、今日の裏話してもいいですか。今日実は私、お家で、まあ今日カバン持ってったんです。普通にキャパ600、今日はね、大きいカバン持ってったんですね。メイク道具とか鏡を入れなきゃいけないから持ってったんです。それでね、着いたらね、なんとメイク道具が入ってなくて、あれれってなって、
あれあれれってなりまして、そしたらもうお家にメイク道具を置いてきてしまっていて、いろんな子のメイク道具を借りて化粧完成させました。でも肌はやってた、だん肌とあのリップは持ってってたんですよね。肌とリップは持ってたの、あと眉毛もやってました。だからあと目、まあ、目だけだったんですね。そうです、みんなが返してくれました、スピネル。そう、アイラインはココハノです。涙袋はこっちゃんとココハです。まつげはさつきちとこっちゃんです。同期ありがとうです本当に。でもなんかあのみんなが使ってるコスメを使ってみて、新しく買おうって思うコスメが増えました。え、これめっちゃいい、買おうって。あ、好きな自然もそれわかるな、タレ目に見る、あ、ココハだから。そう、花ちゃんが好き、オールスター花、そうオールスター花ちゃんです。だからもうこの、あ、次はこれ絶対買いますっていうのがいっぱいあります。もうね、めっちゃいいですよ、やばい、新しい発見。そうですそうです、そう、さつきちも借りた。え、そしたらなんかさつきちのやつがめっちゃ良くて、今日もかわいい、ありがとう。さつきちのマスカラとこっちゃんのマスカラの相性がめっちゃ良くて、なんで忘れた、普通に机に置きっぱです。ありがとう、おにぎりありがとう。こんばんは。全然朝急いだりしてなかったんだけどね。 CM 経験入れない人います。あれあれあら、そう入れたつもりでいたの。だからでっかい鏡だけ入ってました。みゆちゃんはね元気だ、なんか熱は下がったっぽいよ。ちょっとはそう急いでなかったのに忘れたんですよ。なんか私基本的に結構荷物多くて、でペットボトルがなんと2本入ってて、なぜか分からなくて、だからね分からなかった。そう、お水とお茶どっちも入ってました。もうそういうのがねいらないよっていう話なんですけど、集合写真こっちの写メ会で笑った、あね、ハートだったよね。そう、ありがとう牛乳、ケンケンラブリー、発音もありがとう、花組の皆さんよろしくだって。当選し、あ、投資券が当選か、ハートありがとう、発音もありがとう。まあ明日は何するんでしょうね、難しいの嫌だな、難しかったどうしよう、申し込んだので落ちてる、あ、そういうこと、発音もありがとう、こんばんは。ね、あ、なんかココハとねこっちゃんが持ってるグリッターが一緒だったんですけど、そのグリッターがめっちゃ良くて絶対次買いましょうってなりました。投資券ですか、どうもありがとう。こんばんは、お疲れ、ありがとう。ちんちん制服の目当たった、おめでとう。先着ちょっとあったんけど、握手方かぶってて見落とした。あー、なるほどね。どっち側？下手か。キュンキュンラブリー。はい、こんばんは。お肌に合わないとか、なんか、あ、なんかね、ほとんどお肌に合わない、関係ないものでした。アンズさんグッズ、確かに。なるほどね。あと、投資券が、大半か、みゆ、ほんと下手ドラ、今年はぼちぼち期待、みゆちゃん反活してね、ほんとにみゆちゃん遊園地、制服の目当選、私ですか、じゃあ私に振りますか、気づかなかった、言い訳まあありがとう、言い訳すぎますね、ちょっとキュンキュンロブリー、初見さんありがとうございます。上手下手どっちが多い、え、わからない、発音もありがとう。こいちゃんな。夜だけで外れた人。あ、なるほどね。ね、夜だけが人気？なんだって？10日行けるからいい。こいちゃんな。ハートありがとうね。今日もかわいい。ありがとう。
12日な。さて、花ちゃんはどこっぽちでしょうか。今度こそ12日は約束します、ノーミスでいきます。こんばんは。ちょっとなんか前髪変ですよ。隙を見つけて、まーちゃんのペンライトを振ることはどういうこと、誰のを振るんですか。じゃあ、私、いや、それも分からない。お弁当ありがとう、ありがとう、あのおにぎりみたいな、ハートありがとう。よしか応募できなかったのが裏目に、あら、ノーミス宣言。そうです、ノーミス。黄緑出して、メール届いたね。夜人気なのかもね。こんばんは。頻度上がりますか。本当。ちょっと前髪が不調なので。なんか悩みシステムぶかれちゃうから確かに。それはそうだ。いやもうノーミスします。いつものハート4本了解です。最近もフルタイミングない。あ、ないんだ。ないんだって。こんにちはのな。一日ビル前通るの。そう、ノーミス宣言です。オレンジ、あ、もうあれなのか。今日帰りありがとう。スリム行ったことない。まあでもいつものみかんと違うからわからないですね。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。めちゃくちゃ可愛い、ありがちょ。なんか変ですね。なんかおもろいんだけど、なんでこんなおもろくなっちゃうわけ。わかんない。お見送りあるの、あるの。ゼリー名刺とかありがとう。あ、見える高さでも了解。あ、緑似合う。ほんと明日見に行く、待ってます。ギフの女の子、ありがとう。こんにちはな。100回目ありがとう。挨拶してる時くらいしかない。あ、確かに。何時間、え、確かに何時間。明日行く、待ってるね。ピカピカありがとう。だるまありがとう。なんか声かすれてきた、やばい。だるまありがとう。そう、明日はね、あの、あれ、お知らせ来たよね、別のあの人交代みたいな。お茶ありがとう。キュンキュンラブリー、ありがとう。牛乳ありがとう。そう、明日は見るというで人数が違う。そうそう、こっちゃんが出る。そう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 、こっちゃんが出るのか。1時間半ぐらいだけどね。おいしく、花のこと本当ありがとう。お茶、おにぎりありがとう。投票発表は花ちゃんが本当に中日ビルグルメ何があるの。え、声ね、なんかね、変だよね。なんでなんでこんなことに、どうしてこんなことになってるんだい。ピカピカありがとう。よく笑ってよく食べて、和洋中なでもある。
昼は15人夜は20人あそういうことか。声優え、なんかね私いとこに声優になれって言われてた。完成してる高層ビルだからお店さんも、あそうなんだ。明日ユアはね出れないんだよね。ユアじゃなくてこっちゃんが出てますね。まあユアがお休みなのは悲しいけど、こっちゃんが一緒に出れるのは嬉しい。そういう気持ち。パンありがとうね。グルメもオープンしてるのね。和洋中いいな。そう残念。頑張るね。ありがとう。ギニありがとう。結婚します。そうなの。ユアはね体調がね、そうそうです。でもなんかだいぶ良くなったって。こんばんは。今日 LINE で言ってましたよ。ストリートヘッありがとう。疲れ様。そうなんで時間的に燃焼組が寝れないんですよね。あとは遠方の子も出れなくて、うん、風邪流行ってるから。うんそうだね。チェンジビルの入り口地下1階ですよらしいです。 AKB 歌手録あエントリーしました。そうです、エントリーしましたよ。まだポストとかしてないですけど、しようしようと思ってもいい写真がなくてしてないですね。今度カラオケに行った時に写真を撮ってエントリーしましたっていうポストを載せようと思います。ヒノキ花粉大丈夫、絶対決勝いける。本当キツナアンテナありがとうね。ピッチって何。みゆちゃんもしたかな。したみゆちゃん13番出口横から入れるらしいよ。みゆちゃんもあ LINE か。みゆちゃんもね今日はしてないけど、これ誰がエントリー、え全然知らないです。そう立候補全然、他の子がどんな状況かとかは全然分かってないです。エントリーの話、あみゆちゃん、えどうだろうね。電波のせい、あそういうことね。キシギリありがとう。ピッチってそういう意味ね。こんちゃんなんこんばんはなん。うんの国のうんうんうん、こんばんは。元気運アプリ。こんばんは。あ、 ありがとう歌うまいって。今日はお昼から何が？ああ。何時からだったかな、あんま覚えてないけど。お疲れ様。ご飯食べたよ。ボーカルエースだって。イエーイこんばんは。ボーカルエースに俺はなる。マジでお互いホッとしてるかも。何が？あ、ピッチ音の高さ。なるほどね、ありがとう調べてくれた。ロードケーキ行けなかった。私も行けてない。今日ガイネありがとう。二度目ありがとう。喉大丈夫だよ。
なんか何かが大丈夫。梅干しの顔チーム公演の振り、まあそうですね、順々に梅干し、そう梅干し口がいい、ほぼ音程がいいと使う、なるほどね、めちゃくちゃだ、ありがとうありがとう。花粉症は大丈夫です、意外と意外といけてます、すごっ。そう花粉症は意外と昔の少し見たら結構赤いリップ似合う、ほんとよかったよかった、ね、ありがとうございます。お茶ありがとう、牛乳ラブリー牛乳ありがとう。お茶か牛乳かって言われたらお茶です、お茶ありがとう、ありがとう星。みゆちゃん早く元気になんないかな、なんかみんなで、あ、あーおにぎりでした、お疲れ様、ありがとう、覚えるだけで、で勝手に覚えていっても何も言われねえ、むしろあそうだね、先輩との絡み今日はそんななかったですね、結構長引いてるねみゆちゃん。なんか今日も終わった後ご飯食べに行ったんですけど、あのなんだっけなんだっけ、こっちゃんとミヤビームとさつきちとさえちゃんと違うん、こっちゃんさえちゃんミヤビームさつきち花、あそう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 、5人でご飯食べに行ったんですけど、なんかいつもねみゆちゃんが体調不良でみゆちゃんがいないんですよね、そう牛乳が苦手、あそうなんだみゆちゃんそれな、そう結構いつものメンバーですね、ありがとう初音もお弁当ありがとう、さやちゃん大丈夫だよ、何が何が何がさやちゃん大丈夫そうなの、倉本軍団なんでの私の名前、さやちゃん元気だよ、ね、みゆちゃんって言うのやばいね、お、外れ、楽しみ楽しみ、ありがとう、かけるのは牛乳苦手ね、誰がリーダー、リーダーとかないよ、でも結構その話の中心にん話題を振ってくれるのはこっちゃんとかかもしれない、おごりじゃないよ、ありがとうおにぎり、こんばんは、美しい、ありがとう、こんばんは、こんばんは、軍団じゃないよ、花のママとかそんなこともないけど、グラマンド組の組見ちゃおう何の話してるんだろうね、何の話してるかってあんま分からないんだけど、花の軍団って言われてツイート見たことある、嘘、そうそう花とさやちゃんが年上です、まあまあやばお花組、お花組はみんなじゃん、ちびっこ、そうだね、まあ確かにちびっこ、まあ一番年上って意味ではそうかもしれないけど、初音もありがとう、まあ楽しいですよねやっぱり、お茶ありがとう、花組
牛乳ありがとう。今日はそうですね、ちびっ子二人が先に帰りましたね。やだ、なんかヤクザみたいじゃん。キュンキュンラブリー。いや、お話してないですね、全然先輩と。そもそも先輩とお話ししてないです、そんな笑ってんじゃないよ。キュンキュンラブリーありがとう。確かに宝塚部そんなピカピカありがとう。組かプリマだったら、プリマだったらな。違うよ、そんな喋る時間がなかったからだよ。みんな喋ってないよ先輩と。そう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 、こっちゃんと大岡さんぐらいで喋ってたの。うわ、あやさんね、食べないよ。あやさんもいいし、でもなんかあのですね、私の好きになるタイプ的に、あの好きになるっていうか、なんかあの完全にファンだったらね、完全にファンだとして、ファン視点で言うと、私はあのアイドルグループのセンターは押さないんですね。そう、これから19の先輩はちょっとだけ喋りましたね。でもなんかもう荷物置いてるところが全然違う場所だから、そういう風で話してないです。コラボ教えてあげてください。え、マリンさんインコラボ好きなんじゃないんですか。なんでしょう、あのですね、なんか自分がファン、本当にファンだとしたら、あのセンターの人は自分が押さなくても他に好きな人がいっぱいいるみたいな、そういう気持ちになりがち。あとなんだろう、なんかなんだろう、なんて言うんだろう、なんかえっと私はリアコワク的な、そうです、頑張って押し上げたい、それ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 です。私がなんかその上に上がっていく姿を見たい的なところがあるから、そうそう、なんかだからどんどん人気に、いやセンターになったら離れちゃいはしないけど、あ、フォローありがとう。離れはしないけど、そのそれまでの過程を見たいからっていう話ですね。だからで、大体好きになるのが選抜メンバーとかだったら2列目とかにいる方を好きになりやすい、2列目3列目の方を好きになりやすいです。それ、あ、そうだよね、まだ入ったばっかでどんどん押し上げてくれるのかな。ありがとうピカピカ、ありがとう。そうそうです、そうです、そうね、入らなかったね。まあそれでってなると、その状況から考えて、プリマの中でも一番その後輩のあーやさんってちょっと応援したくなる気持ちもあります。だけど年齢的に若いあゆかさんを推したい気持ちもあります。
だけど、そうですね、そんな感じですね。そう、全員好きなんですね。全員好きなのよ。だけどね、愛理さんの歌も好きなんですよね。ってなるとね、もう全員出てくるんですね。あの優香さんの顔も好きなんですよねっていう感じなんですよね。でもジオン大岡さんとマリンさんもなんかもうすごい王道アイドルを貫いてる感じがして、なんかマリンさんはあの県外からの1位だったじゃないですか。それもあってちょっと応援したくなる気持ちもあるんですよね。大岡さんはもうなんかなんだろう、なんか圧倒的センターって感じだから、なんかその圧倒的センターはもう私が押してなくても安心して見ていられるっていう感じなんですね。完全にファン目線ですよ。これは後輩目線じゃなくて完全にファン目線な感じでですね。そうそう、だから箱推しですね。いや、確かにそうです、そうです。だからなんか、こんばんは、いいね。そうなんです。なんかでもね、きっと大岡さんもあそこまで圧倒的センターって感じの風格をまとうまでにはそのやっぱり時間がかかったと思うんですね。そのたくさんの努力を惜しまずにしてきたからこそのその風格だと思うので、それも見たらなんかあれですよねって、その過程を見てもあれですなと思って。そう、フォローありがとう。そう、うまくまとめた。そうなんですよね、わかりみ、キソンディリ。そう、まあまあ、でもだってプリマは難しいですよ、あの推しを作るのは。そうなんですよね、そのなんか表面だけじゃなくてその今までの過程とかを見てくるとなんかあれなんですよね。あ、そうなんだ、大岡さん推しでした。話せたびっくり。そうだな、でもそうだね、でも顔の好みだけで言ったらあゆかさんか浅井優香さんですね。そう、髪振れはな、髪触れは、そうですね、あ、そうかそうか、そうですね、えなさんかな、えなさんかきみえさんですね。なるほどね。そう、なんか今飲んだ話だっけ、いけない、ない、どこにいる、何の話です。ああ、そういうことか。ラブリンさんも好きですけど、そうですね、でもなんかそれこそラブリンさんもまああのユニットの中ではセンターではないですけど、もうなんかそのそうだな、難しいけど、そうなんか君江さんはね、ココハの話を聞いてるとすごく
魅力的に感じてくる。そうです、ラブリンさん。だからもう最近のラブリンさん推しはもう本当に幸せだなって思います。そうです、オタクの語り配信本当にそうです。あ、わかる、ビジュアルがめちゃくちゃいいのに専用版って、そう本当にそれな。そう、キミエさんはなんかね、ココハの話を聞いてると本当になんか、わ、キミエさんいいなってなりますね。こんなこと言ったらココハに怒られるかもしれないんですけど、結婚します。そうです、そう、すごいよね。だからラブリンさんを最初から見たかったって感じです。なんかそうですね、ラブリンさん、そうですね、もう私はエナさん、そうですね、そのココハの話を、キミエ、ココハからキミエさんの話を聞いていなかったとしたらエナさんですね。いや本当にそうなんですよね、ココハとキミエさんの話し方似てるんですよ。びっくりして、この間今女子に特に何が、え、絶対そう、ラブリンさんの垢抜け具合がえぐいですからね。そうです、エナさんです。え、似すぎて、あ、そう、喋り方似てるよね、マジで似てるよね。この間なんかそれこそ明日のみかんの剥き方のやつのあの YouTube ライブがあったじゃないですか。だからその時に思った、おとなしいイメージから今がある。ラブリンさん本当にすごいですよ、急上昇って感じ。こんにちは、ナナン、カツオもありがとう。なんかね、ラブリーさんもオタクでした。手のひらで転がす感じを、そんな感じ、こんな感じですか。でもね、昨日マヤさんと話しててもなんかマヤさんのオタクするの楽しそうだなって思いました。なんかまやさんもそんなイメージあります。一番おとなしい、あ、そうなんだ、こんばんは。このまやさんもファンの人との関わり方がそんな感じなのかなって感じたけど、どうなんだろう。キュンキュンラブリー、そう、なんか私が転がされそうでした。髪色もいいよね。いやー、あの旅においしい。いや、まやさんはね、いいですよね。なんかくるみさんとかみれいさんがまやさんのこと好きって言ってる意味がすごくわかりました。うん、そう、ずるい、そうそう、ずるい、ずるい感じです。テレビを見て、そう、そう、だからくるみさん、あのくるみさんを虜にさせるのってなかなか難しいと思うんですよね。だって逆じゃん、おちょめ牛乳ありがとうね。だって逆にくるみさんに普通は落とされると思ってたら、くるみさんが落とされてる、これやばい事態ですよ。
暑い人で好き見てほ、あ、これもわかる気がする、ハートありがとう。そうかな違う、いや、くるみさんだってさ、くるみさんってかわい、なんかくるみさんってなんだろう、なんか本当に人を虜にさせる力がすごいあるんです。ちょろいシンパシーを感じる、嘘違うです、なんかくるみさんが違う、なんて言うんだろう、くるみさん、くるみさんは人を虜にさせるんです。そうです、そういうことです。まあ確かにくるみさんとまやさんちょっとタイプが違う気がします。おにぎりありがとう。一回握手したけどまだまだ好きになってないよ。どういうこと、みーちゃん、私え本当につよつよですよね、こんちゃーな。なんか沼なんだなって思います、かなり。こんにちはな、星ありがとう。ちら、いやくるみさん本当に欠点見つかんないんですよね、本当にやばい。くるみさんって本当にやばいんですよ。はい、じゃあオスのむ沼、嘘。あぞ、今何時ですか。まや46分、確かに、よしあき本沼はるちゃんはか、あ、そう11時に終わろうと思ってます。落ちない自信はない、え本当にそうですよ、だから絶対言ったらいけない、はるもくるみいらない、本当にそうですね。え本当にくるみさんてか11期の先輩みんな可愛くなりすぎててやばいです。最初から可愛いのにもう今えぐ可愛いのでやばいですよね。明日のみかんね、そう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 、え本当にリーナさんやばいです、可愛すぎて沼の気配を感じた。えそうリーナさんやばいです、本当に。そうです、11期生さんは本当にえぐいですよ、本当にもうなんか発酵してるもんね。そうです、6枚全部当たりでしたから。確かに、いやさくらさんも綺麗ですよ、発酵なん違うよ、アイル泣いてます、こいちゃんなん、そう、もう光ってますね、もう。皆さん慣れるもんなんですか。えりなさんね、苦労感じたからもう、いや本当にね、私もちょっと今日感動してしまったんです。こんにちはなな。これ見てると光る、え分かる。発音もありがとう。ピカピカ。いやさくらさん沼は分かる。目だけ光ってよ、ハートありがとう、ハートありがとう。ゆねさんがお化粧教えたの、えそうわかる、リーナさんすごいすごい、本当に。おにぎりありがとう、ハゾウもありがとう、そうアイルも感動し泣いてる、こんばんは。すごい、でトークについて頭の回転が早かったで、そうなんだ、どう進んだのに反射を見る予想外でした、
父さんと接点があって、そうなんだ。離婚さ、ルージュ、おめでとう、こんばんは。さくらさんのこれ目、お鼻が向かけてで他の人に言っていい、これで先輩してごめん。いや本当にね、リーナさんすごいです。だって中学生だったとは思えないですもんね。あの中学生いますか、普通可愛すぎるでしょ。リーナさんの件取れますか。そうだよ、みんなリリーがすぎるよ。何しめばとなくし、あ、そういうことね。ダイナ先輩、今までフラフラしてもいいのミレイさん、確かに、あ、確かに配信が聞いた、なるほどね。実際練習部のお手伝い、へえ、そうなんだ。カツオもありがとう。ひみちゃん人気戻れるか、どうだろう。いや、リーナさんのお父さんも土入りが知ってますよ。リーナさんはすごいです本当に。走れ走れ俺たちのケイタ、ケイタさんって方なんですか、お父さんが。エイタ、ケイタ、こんにちは、ななん、お父様。すごいよね、お父さんがサッカー選手。まあ、さえちゃんも、そうですね、それもあなたにまとめてもみ、そうなんだ、どうもありがとう。ねえ、サッカー選手の娘がアイドル、やばいよね。こんばんは、こんばんは。こんばんは。はなちゃんちはお父さん何してるだろう。みか一番最初じゃなかった、うん、実は違う、うん、そう、花のお父さん何してるんだろうな。サラリーマンだけど、どの役職とかよく知らないです。キュンキュンダブリー、英雄、そうなんだ。でママは臨床検査技師だったかな。お、かきれいな、ねえ、人数が多いからね。綺麗な、こんばんは。おじいさんゴルフ、おじいちゃんはゴルフ好きだね。あじらば空いてた、そう、資格いるやつです。どうもありがとう、綺麗な、そうです。えなぴょんメールだって、二度目の方もありがとう。パンここにいて何からメールやめた。初音もありがとう。お父さんの教習、いや、あんまりわからない、何してる人か。クゲの花好きだね。お、好きなのかな、花も好き。ゴルフ練習しながら聞いとる。いつも前髪、そう、ちょっと前髪変で、秘密、寝れって分かんない、分からんけど、メール早く飛ぶみんなメール正解してる。
頑張れ頑張れ。まつげ、これはこっちゃんとさつきちのマスカラを借りました。全然下がってこない。うん、確かにもう23時、遅れないんじゃない。え、パパのお仕事は、なんかパパの会社見学行ったことあるけど、何してるかいまいち分からなかったんだよ。買い替えてきた。え、すごい、ハチ言った、ほんと、ありがとう。まだ作ってない、メールをってことかな。今一生懸命書いてるんじゃない。あの今日そうメイク道具忘れたんです。ちょっと違う感じが。ありがとう。気合い打つの早い。確かに怪しい会社じゃない。そうメイク道具全部置いてっちゃって、お家に。ほらちゃんと用意してたのに忘れちゃって。バラありがとう、バラありがとう。美人さん本当、あら優しい。嘘、なんかあった優しい出来事。あらまあ、ありがとうおにぎり、おにぎりありがとう、おにぎりありがとう。清楚感、清楚感も。はたまたギャルかも、ギャル。キンキンラブリー、せやだ、過去一可愛くしがって。え、過去一ですか。ドキュメイクしてもらうチャンス確かに。あ、まさの浮き商人。あ、やさ、ほんと金のみんな、おでこ出す。ママに最近おでこ出した方がいいって言われる。最近のメイク変えたから清楚。確かに、絶対にギャルではない毎日過去一。じゃあ明日も過去一。お茶おいしい。どうもありがとう。ママの言う通り、ほんと。じいちゃんの公演当たりました、イエーイ。じゃあ待ってますね、黄色と黄緑。今何時ですか。あ、イコノイジュイちゃんの箱推しですって。イーちゃん、アリスちゃん、なんだって。私はオギちゃんとアオイちゃんです。日々アップデート、イーちゃん半休。あ、57分。あ、壇上読みます。撮りました、おめでとう。じゃあ13位、クロミちゃんありがとう。12位、かわいいクロミちゃんありがとう。11位、リサムモカさんのアバターの方ありがとう。10位、リラックマありがとう。9位、カメラ持った男の子ありがとう。8位、カニラスカルありがとう。7位、アマビエありがとう。6位、パンダありがとう。5位、カニサワさんのアバターの方ありがとう。4位、テニスボールありがとう。3位、魔法少女ありがとう。2位、平成ありがとう。1位、キョムヒヨコありがとう。ありがとう。あ、じゃあ萌子さん推しです、知ってます。やばいですね、春の恋人江口、はい、ありがとう。配信ありがとうございました。また明日新日ホールで会える方は会いましょう。グッバイ、 See you again、またなー。サイズから追い出されます、バイバイ。またね、おやすみ、かきれなもおやすみ。また明日ね、またなー、バイバーイ、バイバーイ、またなー。俺なんか寂しい言わないよそんなの。バイバーイ、またなー、おやすみ、バイバーイ、バイバーイ、バイバイ。